初めに演奏します曲はマーチ・ペガサスの夢です。この曲は今年度の吹奏楽コンクールの課題曲となっています。8分の6拍子の跳ねるようなリズムで羽を持つ馬ペガサスが駆け回る様子が表されています。続けて演奏します曲は真島敏夫作曲の門藤北斎の漫画に触発されてです。この曲は日本の和と西洋のハーモニーを感じさせるような曲となっています。普段は吹奏楽で使うことのない標識や締め太鼓などの和楽器が登場します。また中間部ではホルンの朗々としたソロがあります。そちらにも注目してお聴きください。3曲目に演奏します曲はジャパニーズグラフィティ17美空ひばりメドレーです。この曲は戦後の歌姫と呼ばれた美空ひばりさんの愛さんさん、リンゴ追い分け、お祭りマンボ、川の流れのようにの4曲をメドレーにしたものです。いつまでも色褪せない魅力的な名曲たちをぜひお聴きください。最後に演奏する風になりたいはザ・ブームという4人組ロックバンドの曲です。私たちが演奏会で必ずと言っていいほど演奏している大好きな曲で、聴きなじみのある方も多いのではないでしょうか。これらの曲を上昇らしいアレンジや演出を加えて演奏します。皆さん一緒に楽しみましょう。指揮は顧問の上野陽平でお送りします。それでは4曲続けてどうぞ。Thank you.
はい、ありがとうございました。では、転換がございますので、今しばらくお待ちください。